ナナ、こんなとこに呼び出してどうする気なんだろう。やけに張り切ってたけど。あ、ユウキくん？その声は…あ、サイレンジ、なんでここに？ナナちゃんに呼ばれてきたの。先輩！メアも？私が二人を呼んだんだよ。この前話した追体験計画に協力してもらおうと思って。別にいいだろ。なんかダメな理由でもあるのか？いや、そのなんか大事っぽいな。二人にまで迷惑をかけるのはちょっと。なんだよその態度。記憶取り戻したくねえのかよ。あ、いやいや、それは取り戻したいんだけど。だったら死の子の言ってないで、もっとやる気見せてくれよな。あ、うん、ごめん。先輩、記憶をなくしても変わらずですね。さあ、とにかく計画に取り掛かるぞ。えい、えい、およし、まずはこいつの出番だ。何それ。ああ、もうこれも覚えてないのか。デダイヤルだよ、デダイヤル。これで私のペットたちを呼び出すんだ。解説するね。見たことのない動物が大量に。あー、やっぱりかわいい。よし、じゃあ春菜も頼むぞ。あ、うん。よし、マロン、私の動物たちと一緒にリトを歓迎するんだ。解説するね。反応がいまいちつまらなくてじゃれる気にならない。先輩、つまらない男って言われてますよ。もしかして女の子相手じゃないからだったりして。おー、なるほど、一理あるかもしれないな。ちょっとここで待ってろ、いいもの取ってくるから。ナナ、どうしたんだよ。なんでこうなるんだよ。姉上からコロコロ男女くんを借りてきたぞ。これでどうだ。説明を行うぞ。よーし、マロン、お前ら、レッツゴー。こんなことも知らないの？バー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 。え？ちょっと待って、お前ら、あたしじゃなく、え？やめっ、あってんだ。ちょっと待って、どこに入って。わー、すごーい、さっきとは全然違うよ。大丈夫、ユウキくん。ナナちゃんまで巻き込まれてるけど。なんだなんだこれ、どうなってんだ。
ったのか。じゃあ、そこは…ふっ、尻尾はやめ、こら、もう、こんなはずじゃ。そこはダメだって言ってるだろ、お前ら。だー、いい加減にしろ。もう…で、リト、なんか思い出せたか？あ、うん、前に同じようなことがあった時。うんうん、それって、このデダイアル？あの、変な猿が持って逃げたよね。あ、うん、そうだったな。って、それだけかよ！他は？ごめん。はあ。結構労力かかった割に、ささやかな成果だったね。頑張ったのに、ダメだな、私。元気出して、ナナちゃん。これからだよ、これから。うん、ろくなことしか思い出せなくてごめん。